コンセントレーション上げればいいみたい。だからクリアにして、アクセプト。これでなんと、明るいところじゃないと怖いな。だいたい今さ、これユーストになってるじゃん。ユーストはいらないよ。まあその前にコンセントレーション、コンセントレーション2にしておけば、やった、これはいい。ああ、みんなユーストになっちゃったんだ。厳しいね。もうだからいらないってことだね。どれぐらい持つかわかんないけど。これで、これも使えるから。へへ。やったー。あ、失敗した。自分の通り道をなくすところだった。うん。もう帰ろう。他も全部見た。あと、入り口のとこだけ、それいらねえな。帰れねえし、ここ通れないから。みんなトーチユーストになっちゃった。まあでもいいや、ライトの魔法できてよかった。あと一人ぐらいコンセントレーション覚えたらいいんだね。こいつが、ああ、こいつまだレベル上がってねえな。レベル5。あ、こいつもレベル上がるんだった。こいつはアキラシ上げれば、そうすると、後ろから、攻撃できるんだったな。これを持たせるか。なんかこれ良さそうだもんね。これでいいんじゃね。そうか、こいつずっとあれ持ってないんだっけ。あ、そうか、回避いらないっていうことだったっけ。こいつがスキルアーマーを上げるかヘビーか。何がいいかな。インクリーズイベージョン21、23か。アーマー上げたらヘビーアーマーが切れるようになるのか。ライトアーマー and can wear it without penalty simultaneously at the 6th level you can wear。
そうだな、エナジーは62、75、63、うん、ほんのちょっとだけ上がったけど、これでヘビ山見つけても使えるはずだから、弱いんだよな。インクリーズダメージ、あー命中精度はこれでしか上がらないのかな。こいつはバックローから上げられてるようになったから、いや、これでライトの魔法使えるようになったし、まだ夜かよ。